ヨスラン、エレラ・ベンタンクルは、キューバのピナール・デルリオ州、ピナール・デルリオ出身の元プロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。1981年4月27日に、キューバのピナール・デルリオで生まれた。2005年6月13日に亡命し、その後ドミニカ共和国で居住権を確立した。2006年12月18日に、ピッツバーグパイレーツとメジャー契約を結んだ。 2007年は開幕を3回 AA のアルトゥーナカーブで迎えた。この年は25試合に先発登板し6勝9敗、防御率4.69、70奪三振を記録した。またシーズン中に40人枠に登録された。2008年はメジャーのスプリングトレーニングでプレーした。しかし開幕を前年同様に3回 AA のアルトゥーナカーブで迎えた。 ここでは21試合に先発登板し、6勝9敗、防御率3.96、69奪三振を記録した。6月27日に参加ル a のインディアナポリス・インディアンズに昇格した。6月29日に参加 AA に降格した。7月12日にメジャーに昇格し、同日のセントルイスカージナルス戦でメジャーデビューを果たした。 7月24日のサンディエゴパドレス戦でメジャー初勝利を記録した。8月4日に参加 AA に降格した。2009年は開幕を前年同様に参加 AA のアルトゥーナカーブで迎えた。ここでは23試合登板し、11勝1敗、防御率3.23、65奪三振を記録した。その後、参加、 トリプル A のインディアナポリス・インディアンスズに昇格した。ここでは4試合登板し、1勝1敗、防御率2.30、7奪三振を記録した。11月に解雇された。2010年3月2日にミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。開幕を参加トリプル A のロチェスター・レッド・ウィングスで迎えた。ここでは6試合に先発登板し、0勝3敗。 防御率6.08、14奪三振を記録した。5月10日に本人の申し入れで対談した。2013年はアトランティックリーグのランカスター・バーンストーマーズと契約を結んだ。この年は59試合に登板し、2勝1敗11、西部、防御率3.74、54奪三振を記録した。二千十三年十二月にロサンゼルス・エンゼルス・オブ、 アナハイムとマイナー契約を結んだ。2014年は6年ぶりにメジャーで登板を果たした。この年はメジャーでは20試合に登板し1勝1敗、防御率2.70、13奪三振を記録している。マイナーでは参加 AAA のソルトレイクビーズで41試合に登板し4勝4敗5セーブ、防御率2.52。 47奪三振を記録している。1月19日に NPB の横浜 DNA ベイスターズがエレラと1年契約を結んだことを発表した。推定年俸は3000万円で背番号は53。登録名はエレラでリリーフでの起用を想定した契約であった。3月27日に読売ジャイアンツとの一軍開幕戦8回裏に来日初登板。 4月までの一軍公式戦では12試合の当番で防御率が7.59にまで達していた。しかし5月以降は主にセットアッパーとして成績が安定。公式戦全体では52試合の当番で5勝4敗ながら27ホールドポイント、脱参審率9.23という高成績を記録した。通算防御率は2.96で27試合に。 登板したビジターゲームでは5.11であったのに対して25試合に登板した本拠地横浜スタジアムのホームゲームでは1.00にとどめていた夏場から右肩の後部に炎症が繰り返し生じたため9月中旬から戦線を離脱そのままシーズンを終えたが推定年俸5000万円という条件で後に1年契約を更新している 前述した右肩の炎症が春季キャンプ中に再発したため別メニューでの調整を強いられた。4月にイースタンリーグ公式戦2試合へ登板するなど一時は右肩が回復しつつあったもののその後で炎症が再再発。7月12日には幹部の治療を目的にアメリカへ帰国した。なお、球団はシーズン中の5月15日に 自身と同性のエリアン・エレラ内野手と契約。ファーストネームのエリアンをユニフォームやスコアボードの表示名に使うことを契約後に決めたため、自身はエレラという登録名の使用を続けていた。チームは史上初めてクライマックスシリーズへ進出したものの、エレラは一軍への復帰を果たせないまま、レギュラーシーズンを終了。シリーズ終了後の10月17日には、 選手契約を更新しないことが球団から発表された。最速時速 154km のストレートと SFF、ツーシーム、カーブなどを投げる。ありがとうございます。